はい、お疲れ様です。夜の保護猫です。はい、ちょっとママはあの運動さすために、ね、出してます。ぽちゃぽちゃの絵ね、肉好きの絵ね、ええ感じでしょ。なかなかね、ぽっちゃりして可愛いですよ。それで今ね、ちょっとね、雨バーッと降ってきとってんけどね、まあこれからね、こういうね、あ、また降ってきたかな、不安定なね天気あるんでしょうね。一番ね、今猫がね、秋と言うたら住みやすいと思いますわ。ね、夏場はね暑くてほとんど出てこないんで、夕方ねちょこっと出てきたと思ったらね、雨降ったりでね、なかなかね野良猫には過酷だね。あ、また降ってきたね。生活が始まると思います。これからね、ましてやね、冬に向かってね、寒くなるからね、ね、辛い、猫には辛いね季節になっていくんじゃないかなと思ったりもするんやけど、うるさいねやっぱり。これでね、まあ朝からね嬉しい話がね、今日コメントであって、なんか1週間かけてね、黒猫ちゃんやったよね。僕も動画 見させてもらったけど、黒猫ちゃん、可愛い黒猫ちゃんでね、それを保護しました言うてね、言うてくれはった人おってね、なんかそういうねコメント入ったらね、嬉しく思いますね。またどこやったかな、動画ね出してはったから、どこやったかな、レイちゃんとの出会いはこんな期間のところっていう、僕のね記事のとこにね、コメントでくれてはる人がおるんでね、その人も動画ね、黒猫の動画上げてるからね、皆さんまたね応援したってください。わからんこととかね、いろいろありそうや思うんやでね、またねいろいろ教えてたってくれはったらいいかなと思ったりね思います。それとね、その後にもね、関連何だかな、野良猫チャンネルのカナタックスというチャンネルで、家猫で21匹いてはるいうところをね、まだ覗いてないんやけどね、またね見たいなと思ったりもねします。まあ、一応ね、スクリーンショットでね、置いてるんですよ、あれをね、その記事をね、だからまたね見させてもらいます。それとね、応援してくれはってる S サバトラさんもね、いろいろね保護する活動ね、頑張ってはるのもね、また皆さんでね応援したりしてできたらなと思いますしね、うん、まあ僕とかコメントくれはる人でね、それとなんか誰かのコメントでね、猫猫動画さんが僕のね関連記事でなんか何でした、おすすめにみたいなんでリンクで貼ってくれてますよいう人もねいてはってね、嬉しい限りです見たらね。まあ僕もね、フォローしてね、見れるときはね、ちょっと見れるように見ようと思うようにし、見るんやけど、見てるんですけどね、なかなかね、見る暇がなくてね、すんません。ね、もっと勉強したいんやけどね、僕も、いろんな人の。ね、これでね、僕がってね、この、いろいろ皆さんのね、そういうね、力で、影の力とかあってね、7000人突破して、ね、お祝いしたいんやけどね、まだ、7000人下るんちゃうかないうような不安定なね動きしてるからね、なかなかね7000人突破っていうて、この子たちとねまだ祝いはできない状態やねんけどね、ちょっと落ち着いてきたかなってね、もう初めの方は7000人皆さんおめでとうございます言うてくれはったけど、また6900何本に落ちるんちゃうかな思いよって、ね、なかなかそれをねできなかったんけどね、まだね7000人祝い、お祝い記念みたいなね、この子たちもとねまだしますね、ちょっとマーケでしようかな思ってね、またそれやった後にね6900何人とかだったらね具合悪いからね、まあほんまに7000に落ちひんかないう時に、まあ僕の動画はね特殊な、こういうおっさんが喋ってる動画やからね離れはる人も多いと思うんでね、これはしゃあない思うんでね、だからちょっとね様子見て金します。はい、こんな感じで雷もなっとんね。まあこれからね、ほんま過酷だね、ね、生活をね、なっていく猫ちゃんたちも多いと思うんやけどね、まあほんまにね、黒猫ちゃんなんか保護されてよかったと思いますわ。なんかそういうのほんま嬉しいですね、ほんまに。ね、今日もね、ぺっちゃんこなってる猫も見たりね、したけどね、走ってて。まあちょっとずつでもね、そういうね、保護の人がね、増えてね、
無理のないようにね、あれできたらええかなと思ったりもするんやけどね。うん、雷ってえらいなってますね。まあほんまね、雨降ったらこんな空でも餌ね、食いたかってもね、雨降ったら食われんからね。まあ田んぼ近い方カエルが多いからあれやけどね、冬場になったらもしとましてや、そういうのもいけないと思うしね。なかなかね、過酷な寒さになって、寒くもなっていくしね。まあ僕もね、ここもそんなにね、完璧じゃないから、ほんまに次の第2ステージね、行けて、ね、ホットカーペットとか、ね、こたつとかね、猫の好きなこたつとかできたらええかな思い持ってね、まあ、ちょっと雨うるさいからね、えらい降ってきてますわ。まあ、この後ポンさんね、バイトちょっと行くからね、うん、ちょっと辛いけどね、バイトはこの雨で、うん、まあ世話もね、今終わってね、うん、この子らもね、何もないと思うんやけどね、うん、雨漏れもなさそうやしね、うん、まあみんなね、それと田んぼの兄ちゃんがね、おとつい電話あってね、またね、子猫がおったみたいでね、それでその近所のおばちゃんに教えられて行ったらね、へその緒ついてるような猫がね、また出てきたいう子猫、まだ生まれたての子猫ね。これ今日も電話あって、まあ保護はしてくれてんやけどね、ヤギ乳あって、まあまだミルクほんまにへその緒がついてるような子で、だけどなんか鼻血出てきたとか言ってましたね。なんかミルクやってたら、スポイドでやってたら、うん、ちょっと心配やねんけどね、うん、まあ病院に行くとは思うんやけどね、またまあだからね、そういうね、いろいろね、活動がね、ちょっとでもね、広まったらね、いいかな思いもってね。まあだから、いずれね、あそこの猫ね、兄ちゃんとも喋ってんやけど、その、大阪、やっぱりね、助成金なんか受けて、出してもらえるようにして、この前なんか話では、助成金ね、いろんな病院指定がない言うてたからね、そこらもね、できるんやったらね、みんなで去勢手術してね、避妊手術とか、それであそこの猫を一体ね、そういう形でね、手術したいなと思ってんやけどね。まあお兄ちゃんとも、その畑のお兄ちゃんともそんな話してんやけどね、うん、うちどでももういっぱいやからね、とりあえずね、まあそんな感じです。それで今日朝ね、うちの家でも前でもね、多分耳カットしてん野良猫でしょうね、初めて見る野良猫が来てましたよね。あの子もね、今どうしてんかね、心配もなるんやけどね。まあ近所の人は保護したったら言うけどね、そんな簡単に保護できへんからね、うん、まあそんな感じです。まあちょっとね、雨がきつくなってきてうるさいと思うけどね、うん、まあこの後ね、ブルーちゃんのちょっとね、動画もね、ちょっと作っとって、あんまこの夜の動画撮らんどこかな思ってんけどね、ちょっとあまりのね、朝の黒猫さん保護のことでね、嬉しかったからね、それだけね、ちょっとお伝えしたいなと思ってね、撮らせてもらいました。はい、以上です。ありがとうございます。